ルベシベ町は北海道網走市町に存在した町、所郡に属した。町名はアイヌ語のルペシパ・アールユーペスパスカル、道、それに沿って下る、ものより来ている。市外に北から入る東向川と大久保川がサロマ町方面に抜けるルペシパであったとされる。かつては北見市の一部であった。白い花豆の生産。 オンネユ温泉を中心とする3つの温泉地、高さ20メートルと世界一の大きさの鳩時計、カムリン、日本最大の淡水を、伊藤などが見られる山の水族館などが観光のメイン。第二次世界大戦の前には、アジア最大の水銀鉱山、糸無加鉱山があった場所として、また、日本で唯一の水銀などの回収を行う企業の工場があるとして知られている。また、 以前は、温根湯温泉にある北狐牧場や、赤北峠の近くにある北海道狐村、トナカイ観光牧場など、北狐が放し飼いになっている観光牧場も観光客に人気があった。赤北本線の縄文信号場や縄文トンネル付近は、SL ブーム当時から現在に至るまで鉄道ファンが撮影に訪れることで有名。縄文トンネルは建設当時、 全国から集められたタコベ屋労働者たちの犠牲の上に完成したことでも知られている。2006年3月5日に北見市、丹野町、所町と合併し、北見市となった。当時の北見市は、所川流域一市五町の枠組みで合併する形を求めたが、ルベシベ町、クンネップ町、オケト町は北見市に吸収されることを恐れ離脱した。その後、 当時の町長だけが、クンネップ町と、オケト町を交えて、協議を進めていた。ルベシベ町、クンネップ町、オケト町の中でルベシベの人口は一番多く、ある程度ルベシベが主導権を握れ、町民の多くも三町での枠組み賛成の声はあった。ところが、町議は、北見市との合併を求めるが多く、離脱せざるを得なくなった。北見市の協議入りを果たし、 住民投票は、賛成が反対を上回りが圧迫に至った。町は大きく分けて、町役場やルベシベ駅などがある、ルベシベ地区と、明治32年に開けゆしたオンネユ温泉を、中心とするオンネユ地区の二つに分けられる。町内を走る主な交通路は、国道39号線と国道242号線、それに、赤北本線などである。農業、林業、 観光業が主な産業、玉ねぎ、小麦などを生産、同立町立町立ルベシベ駅世界一の大きさの鳩時計、カムリン。ありがとうございます。